はい、どうも、豚猫ゲームチャンネルの豚猫です。お久しぶりじゃないね。別にそうでもないね。お久しぶりなのはこのゲームだね。久しぶりの、ゲームですね。この。よいしょ。最初始めるとき勝手になんか、あれなんだよね。持ってないのに、ガバメント持つようになってね。レシーバー2。の、コンパウンドモードなんですが、ですね、レシーバーがですね、日本語訳が入りました。まだね、途中らしいんですが、不完全ではあるんですが、ある程度の部分は読めるようになってますね。まだね、いくつか、こういう、ここら辺とかまだ、終わってない部分はあるんですが、それでもね、日本語訳で楽しむことができるようになりましたね。相変わらず銃は増えてないです。なんだこれ。シグのマガジンにゴールドが2つついてて、ゴールドマガジンがね、ゲットできるようになったんですよね。まあ、だからといって何なんだっていう話なんですが。ほい。ほい。読んでいいかな。ほい。よいしょ。あ、なんか、でも、もう一個手に入れられると、ちょっと待ってろよ。ちょっと、空にしとかないと。に、ちょ。なんだろう。はい。はあ、やっと来た。やっと来たね。これは4号だっけ？違うか。38か、これも。38コロとか。よいしょ。スナブノーズ。ねえ、やっと来ましたね。ちょっと今日はこれをやっていこうかな。フォルトディテクティブってやつですね。よし。テープ再生とかもね、キルドローン、スミス&ウェッソン、計算弱スピ、ベレッタ軍の銃、あ、ベレッタ軍の銃がね、結構面白い話だったかな。違う。失礼。これだ。後継の論議。これは？ああ、これグロックの話だね。なんだこれ。これは、なんだろう。こっち戻しておくか。トロイの木馬。コール。ああ、ここら辺も、徐々にではあるけれど、なってるんだね。面白スイッチ。おもちゃの銃、これグロックの話ですね。で、まあ、ジョン・ブローニング。とかね。なんかこういう風に、銃のお話を、いろいろ入れて。ただでも、字幕は出ないかよな。どうなんだろ Aside from the polymer frame, the Glock's most controversial う。こっちはね、あれですね。テープ。こっちはね、一応、確か、設定では、字幕が出るように設定はしてあるんですが、あのテープはね、なんだ、ゲーム、もう一個のね、こっちもゲームモードの、コンパウンド射撃モードでね、もう一個の普通の、レシーバー2のね、モードの中にある、やつでテープ取ると、普通に多分字幕が出るんですけれど、現段階ではね、おそらく多分ね、出ないんじゃないかなと。テープ、スイミンと、フィルドローンと、あ、ジョン・ブローニング、計算弱と、ベレッタのね、ここ、私面白い話ですね。
You might think the biggest religious conflict in the world is in the Middle East. 宗教戦争は中東で勃発しているというのは思い違いだ。The biggest religious conflict is between those who worship the 45 ACP and those who worship the 9mm Parabellum. パラベラム、旧民パラベラム信者っていうのはね。で、まあ最終的にこうね、マンストッピングパワーとかそういう話の後に、まあ、ストッピングパワーが欲しいならショットガンを使えばいいって話なんですけど。あ、ここはね、あ、設置されてますね。Only in America do we care so much about size that we have century-long debates about millimeters. The U.S. military chose the 9mm cartridge for a very specific reason. The NATO powers were gearing up for a potential World War III against the Soviets and agreed to standardize ammo to simplify logistics.The Soviets wore body armor and helmets, and in tests, the 9mm penetrated the armor and the 45 did not. So they agreed on the 9mm NATO cartridge for all new sidearms and submachine guns. Does that mean the 9mm is better than the 45? No. It means that different tools are appropriate for different jobs. If you really need stopping power, grab a shotgun.ミスった。ここでもう、ほい。本当言ってもダブルアクションだから。あ、もったいな。数えてなかった。はい、27秒ですね。17秒、あと10秒縮めろっつうのね。あるところ難しいですな。でも、まあ、まだね、ぶっちゃけまだ、リボルバーの方がやりやすいです。まあね、専用のね、ゲーミングキーボードとかね、ゲーミング用のマウスでもない限り、このゲームね、あそこね、全部 12.5 秒とかいくので難しいですからね。何発だっけ？何発だっけ？6発ね。6発。6発。よいしょ。この高さでやってみるか。ちょっと、マウスが。一発ミスったからな。はい。よし。5発、ジャムがないからな。よいしょ。はい。よっ。あー、2秒縮めただけ。まあ、17秒は行きたいよね。12秒は無理だよ。めちゃくちゃパン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 っていかなきゃいけないからね。あ、もう12秒。これマックスまでいける人すごいでしょ。どうやるの？すげえ。本当に、こう、タン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 って言いかなきゃ無理でしょ、これ。いや、無理でしょ、そんなん。ダン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 。いや、今のが普通の人間の速度でしょ、あれ。どれが、あ、ボーリングがあったはず。ボーリングがね、結構簡単なんですよ。あ、ボーリング、これ簡単ですよ、これ。ちょっと弾を補充しよう。ちょっとでも、これやると、銃の、視野ではなくて、銃の距離がちょっと遠いな。こんぐらいかな。うん、これぐらいでいこう。
あ、ボーリングはね、ゆっくり狙えばいいんですけど、あの中心を、あっと、しっかり狙って、おっと、はいはいはい。ボーリングなのでね、これね、ちゃんとピンにこう当てる感覚で、いや、スナブノーズだと難しいですね。ここかな？ちょっと待って。ちょっと待って、難しいぞ、これは。やはり。やはりですね。やはりですね、難しいですね。難しい。どう？当たらないます。よし。よしよしよし。はい。よしよしよし。いいですよ、いいですよ。はい。はい。よっ。あ、ダメっすか。はい、17ですね。あ、でも、星1個、合格点には1個できましたね。よかったよかった。まあ、あれね、向こうのね、精密射撃と同じ感覚でできるので、そうね、10メーターから行こうか。おい。15?10 メーターでいいよ。よいしょ。10メーターでもこの距離だからな。よーし。さあ、狙っていくぞ。よし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 。これね、これ銃のね、ブレがあるんだけど、これを加味しても、3つ、星をゲットするには、100点満点じゃないと、ミスなしじゃないと、前はなかったんだけどね、ちょっと、難しさが上がったのかな。いや、前の動画見てみないとそこら辺思い出せないな。うん、難しい。あ、でね、あとね、まあ、設定で分かったんだけど、銃の音を控えるっていうのがあってね、これをね、まあ、オンにすると100%でいいか。銃の音がね、ちっちゃくなります。88。あ、いいね。90。あ、98まで行けばいいのか。98だったらなんか行けそうな感じするけどな。スナブノーズだから、ちょっと、優しくしてくれてるのかな。でね、これ時間必要ないから。え、ちょっと待って。なんで撃ったの今。普通にハンマーを起こしただけだったんですけど、危ないですね。おっと？はい。ふぅ。あれかな？あー、高いな。割と6時照準ぐらいで行かないとダメな感じ？どっちかっていうと、あれね、リアサイトをしっかり、高さ合わせないと、照準うまく当たらんかな。うん、いいですね。おっと？
なんでだ？なかなか難しい。で、15メーター行きましょうか。15メートルテレンジ。よし。10発撃たなきゃいけないんでね、結局のところ。はい。15メーター、むずくない？これ。うわぁ、これむずいって。うわぁ、難しい、これ。スナブノーズっていうのはね、重心が短いですからね。その分ね、重い。全部撃ったか。でもまあ警察用の銃でしょ？こう、大体がこういうスナブノーズって。よく昔のね、アメリカとかの刑事映画とかね、まあ日本の刑事映画でもね、ニューナンブとかね。あれ？あってたっけ？警察庁が使ってるリボルバーって、それで、忘れちゃった。怒られちゃうな。スタートしてなかったもしかして。スタートしてなかった系か。ベラベラ喋ってて、最初のスタートをしてなかったね。1、2、3と。うん。これね、やっぱ、あれだよね。前も話したけど、20メーター前から突っ込んでくる、刃物持って突っ込んでくる人に正確に殺さずに弾当てるって相当難しいよな。ゲームだからあれだけどね、実際に打ったらもっと難しいだろうから。まあでもこれ、このゲームすごい重心がブレるからな。実際に打った方がまだこんなブレないかもしれない。すごい円を描くようにね、重心がねブレてるのね、微妙にね、ぐるーんぐるーんと。あ、これダメだ。バカだ。今のところバカだった。あ、83。オッケー。あー、1ポイント足りねえ。1ポイント足りない。いや、20メーター先75ポイント。あ、まともっとちっちゃくなるからな。ねえ、まあ、裏技があってね、こうね。視野が今60だね。これね、上げるとね、違うわ、逆だわ。視野をね、下げるとね、近づくんですよ。ただその代わり、銃はでかく見えてかっこいいですね。いやー、すごいなー、コルトのね、横についてる。リボルバー特有の。そういえば、ウマ娘の世界観の待機シャトルがですね、まあ、多分、コルトだと思う。コルトかスミス・アンド・ベストンかどっちかわかんないけど、まあ、持ってるんですが、勝負衣装にね、あるんですけど、ということは、あの世界にも、カウボーイがいた？いや、むしろ、あの世界観では、
馬娘がこう馬、牛追いとかやったりとか、牛の、なんだ、売り買いをするためにこう、アメリカ大陸を移動したりとかしたっていうのを考えると、ほぼほぼ牧場関係の仕事は全部馬娘がやってたんじゃないかなっていう気になってきましてね。で、あとプラス、まあそうなってくると、こっちのね、世界と向こうの世界の史実を合わせると、西部劇って全員主役馬娘じゃね？話がね。こう、馬娘ミリタリー界隈では、なんだそれはっていう界隈だけど、あっと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 、発生してきましたね。わあ、なんか、銃がでかく見えるといいな、この視野も。ただ、なんか雰囲気台無しだけど。ただ、まだ？まだ？まだか。あとでも1発、2発ぐらいじゃない？ 2 発か、あと。ああ、失敗した。80。足りない、難しい。視野戻そう。ちょっと酔う。これは酔う。ちょっと続けて。90かな。10の音声別に控えなくてもいいですね。大きくても。全然。まあ難しいでしょうということでね。この辺にしておきましょうかね。あ、カクカクするね、ここは。ここはなぜかいつも。カッカするんだな。でもこれであと、手に入れ、あと、なんだ？で、あと手に入るのは、グロックの、ブロックの金かな、これは。まあ、いらないですわな。このゲーム、グロックも使いにくいし、ベレッタはジャムりやすいし、シグは、まあ、シグが一番使いやすいのかという感じもするけど、まあ、ガバメントよな、やっぱ。やっぱガバメントなんだよな。ただ、ガバメントはね、非常にですね、アイアンサイトの敵は良くないので、まだね、モデル10の方がね、アイアンサイトはいいんですけど、まあもう、ある程度ね、やっちゃって、まあモデル10だけなんだよな、なんだ？スティールターゲットというか、あっちでクリアできてんのが。こっちはね、ブリなんだよね。ボーリングぐらいかね、なんとかやって。いや、よくやって、だよね、モデル10だけ。あとだって難しいもん。これロングコルトなんだな。ロングコルト弾はあれだから。シングルアクションアームしかないから。あと、シングルアクションアーム欲しいけど、どれぐらいで手に入るのかな。いやー、しかし、このゲームシステムでね、こう、ゾンビシューターやりたいよね。本当に。4マガジンあればね、結構楽しめますからね。何を言ってるんだ？何の話をしてんだ？ 4 マガジンあったら何が楽しめるんだ？違う違う。4マガジンあると、まあ、なんだろう。弾のね、リロードする回数がね、減りますね。回収しに行く回数が減りますね、という話だ。ゾンビシューターとは全く関係ない。ゾンビシューターやりたいんだよ。このゲームシステムで。作ってくんないかな？いや、ドローンもいいんだけど、ねえ、ま、なんだろ
こいつは本当だ。あ、こいつは本当ダメ。うん、本当。本当嫌い。本当嫌い。ハッキングするには武器をしまいましょうとかね、もう。ああ。まあいいや。これボーリングじゃん。まあいいや、ボーリングやるか。あ、おっと、ほんとね、ガバメントのね、ガバメントのこれは見にくいわな、ほんと。ああ、どう当てるのが正解なんだろうね、これね。よっ。これね、ちょうどね、フロントとリアがね、こう、あまり隙間がないでしょ？で、まあ、フロントサイトのね、まあ、この、突起の部分はね、まあ、まだいいんですよね。うん、ちょっと視野を。よいしょ。ただ、こう、リアサイトの部分が本当にね、こう、ガバメントはね、良くなくてですね。そこが問題点だったんだよね。まあ、後のモデルはね、解消されてるんですけど、まあ、そもそも後のモデルと言いますかね。他社がコピーしたね、やつ。45口径じゃなくて9ミリタイプにしたりとかするやつがあるんですけど、まあ、そういうやつはね、本当に、いいっちゃいいんですが。いや、でもでっかく見えると、やっぱね、綺麗ですね。このゲーム本当によく、できてますね。で、リロードするときのこのね、スイッチの部分がちゃんとね、反対側もね、浮かび上がる。これね、確かモデル、このね、ゲーム作ってる方ね、こう、ガバメントのモデルとかも、まあ他の銃もそうなんですけど、全部ね、ピンからバネまで全部ちゃんとね、実は中でしっかり、作られてるみたいですね。なので個人的にはガンスミスモードが欲しいですね。こうバラして調整して、よし、この視野をもうしたら当たらない。そう、当たらない、当たらない、大きくしても当たらない。うそー、あ、外れた。ほい。と、私の癖がちょっと6時に合わせすぎなのかな。もうちょっとセンターはセンターでうまく。銃それぞれにね、癖があるからね。叩いて、あ、で、今までね、結構散々ね、こう、ミリタリーチームのたわごとこのゲームで喋ったんですが、イェーイ、31位。まあ、あと、まあ、残す45スコア、ミスなしでやればゲットできるやつですね。ちょっと視野戻しましょうか。60に。違う、これね、FPS リミットか。視野、60。リミッターは解除してた方がいいんじゃないか、これ。
いね。暴発しちゃうね。1にしとくか。2のが、2がいいな。うん、ちょっと待ってくれよ。ビッグスティールターゲット、ビッグスティール、メタル、メタルターゲット、ビッグ。あと2秒なんだ。あと2秒でね、クリアできるんだよな。さあ。ふぅ。あ、弾入ってないじゃんかよ。ちゃうって。弾は入ってないじゃんかよ、今。もう頑張ってやったのにな。準備を怠った罰だな。よし。よし。あ、よし。で。叩いとこ。ケツ叩いて。7発。7発だ。覚えとけ。7発だ。18秒。最高が16秒なので、まだ2秒っていう。まあ、14の部分がここで見えた段階でもう遅かったんだよなぁ。っていうね。っていうね。っていうやつよ。ああ、それがリロードの回数を減らすために、一発最初から込めた状態で始めるっていうのもありっちゃありかな。まあ、それやるとジャムりやすいんだけどな。して、よし、やってみる？ああ、はい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 。ね、やっぱね、ジャムルですな。やっぱダメだね。あんまり良くないですね。やっぱ最初のこの入れたマガジンの数だけでやった方が、おそらくは、いいわけですわな。なるべくな。まあ、そうだ。ああ、17秒ね、さっきよりタイム少し縮まったね。まあ、それでもあと3秒か。これをね、やるには、だんだん本当に精神統一していかないといけないんですけれど。あれ、なんかね、やっぱ、文字をね、日本語訳になってから読んでいくと、やっぱね、ここのコンパウンドモードは修練場みたいなね、やっぱ意味合いがあっても、本当に精神を研ぎ澄ませてやる、感じのモードらしいですね。なんか、瞑想がうんぬんとかあったりとか。で、あと分かったのが、実はこのレシーバー、
通路、まあ、向こうの実際のタレットがいるあそこの中ではどうも他の人もいるらしくて、他の人も夢の中にいて、でなんか生きたり死んだりを繰り返してるらしいんですよ。でなんか他の人と他の人がね、なんかやりとりしてて、あなたが教えてくれたヒント試してみたわみたいなのがねあったりとかして、ちょっとねストーリー部分が分かってきたので面白くなりましたね。というわけで今日はこの辺に終わりしとこうかな。いやでもいいか、詰めとこう。これもしも何かあった時のためにね、詰めておこう。はい。まあね、コントローラーでやってる人は無理っていう話もあるんだけど、まあ、なんだろう。専用のね、マウスキーボードでやってても難しいんじゃないかなとは思うけどね、このゲームね。すごい難しいと思いますけどね、ここクリアするの。私のね、まあ、やっぱコントローラーでやってるから、リロードとかがね、あれなんですよ。リロードボタン、長押しだったりとかっていうのをしてからリロードしてるので、その長押し部分が長かったりとか、するのもあるし、ねえ、ま、でも、あと一個。あと一個。せめてね、シングルアクションアーミーがね、使えればいいんですけどね。マガジンとかいらんのよな。で、なんか、どんどん増やしていくと、まあ、金色の銃とかゲットできるらしいんですけど、金色の銃はいらないな、私はな。別に。この辺写真増えたりとかすんのかな。まだ撮ってないのが、これ、ここのね、部分はね、本編でゲットしたやつも含まれるから、まだなんかここら辺残ってる。本編もね、やっていかなきゃいけないんだけど、この辺もあるし、ね、いろいろと、ここは謎解き要素も多いし、ここもね、上の部分。乗って行ったりとかするとあるんですよ。ここまでね、こう乗ってきて、どうやって登ったかな、登り方があってね、まあいいや、それはね自分でやってみてくださいっていう形なんだけど、ここだったかな、マックスまで向こうまで持ってって、これの上に乗ってこう行くみたいなね。痛い、おっ、よっ行って、こう行って、こういくとね、向こう側に行けるよみたいな。確かね、この辺にね、なんかテープか何かあったかな、メモがあったりとかしてね。よいしょ、うい。ということで、また次回の動画でお会いしましょう。日本語訳入ったからね、まあ多少ね、ストーリーが分かるようになって楽しみが増えたとは思いますけど、まあ難しいゲームですね、このゲームね。で、このゲームでやっぱね、ゾンビシューターやりたいよ。作ってくんないかな、作者さん。このゲームで、そういうの。このゲームシステムいいからね、本当に銃はね、全部動かせるっていう。最高よね。またね、コントローラーでできなくはないのでね。ちゃんと設定してやれば。ゲームパッドでできるので、うまくね、設定すれば。これ設定したの、私ね、人が使ったの設定をね、いじくってますが、またね、他にも自分用にね、アレンジもしたりとかして使ってるゲーム、ゲームパッド用の設定でやってるんですが、
まあ、コンパウンドモードはクリアはできないですね。確実に。コンペンクリアできるかな、ゲームパッドで。難しいな、多分。多分難しいだろうな。あっちはあっちでね、まあ、射撃もあるけど、撃たないって選択もあるし、ハッキングしなきゃいけない部分もあるし、運用要素も多いし。あとね、ライフルケースがあるんだから、ライフル欲しいですよね。ショットガンとか、本編でね、ショットガン使うと強すぎるから、コンパウンドモードでもあってもしょうがないんだろうな、多分。ショットガン三段銃だし。ターゲット撃つって言ってもね、どこがポイントになるんだっていうのになっちゃうしね。前作のね、クラシックバージョンの方では、ワークショップでね、銃が新しく入れられて、で、そっからね、ボルトアクションライフルとかあったりとかね、いろいろするのでね、そっちもね、そっちでも面白いので、おすすめですね。ということで、じゃあ、今回はこれで終わりにしようかな。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。